トントン寝台車火災事故とは、1978年7月6日の早朝にイングランドサマセット州トーントンで発生した列車火災事故である。走行中の寝台列車の電気ヒーターにより使用済みベッドリネンの袋が加熱したため火災が発生。12人が死亡、15人が負傷し、イギリス国鉄へ広範囲に影響を与えた。死者の多くは煙を吸ったことが原因で亡くなった。出火したイギリス国鉄マーク1寝台車は1960年に製造されており、製造当時はイギリスでは主に蒸気機関車に牽引されていた。蒸気機関車は旅客設備の暖房として蒸気を供給する役割も担っていた。また、当時のディーゼル機関車が既存の客車を牽引する場合もあり、この際には暖房用のボイラーをつけていた。しかしボイラーは信頼性が低い上に維持費が高いため、1970年に蒸気機関車による牽引は廃止され、電気暖房に転換した。W2437 は1976年に改造され、デッキに電気ヒーターが導入された。1978年7月5日、ペンザンス発ロンドンパディントン行きの寝台急行列車、ナイトリビエラは、ペンザンスを22時30分に発車した。この列車はプリマスで2両の寝台車を増結する予定だった。このようにされていたのは、プリマスからの乗客が深夜に到着する列車を待たずに寝台に入れるようにするためであった。プリマス編成用のベッドリネンの保管庫はパディントン駅近くのオールドオークコモンの車庫にあった。以前はプリマスから送り返される使用済みリネンはプリマス編成の環球車で輸送していたが、1977年にこの車両は編成から外された。代わりに使用済みリネンはプラスチックの袋に入れられ、W2437 のデッキにヒーターと接触するように置かれた。列車は23時50分にプリマスに到着し、0時15分に W2437 を含む寝台車を連結し、S を起動した。0時30分に列車は時間通り出発し、予定通りニュートンアボット、エクセターに停車していった。誰も列車の異常に気づかなかったが、リネンの袋の温度は上昇していた。その後リネンの袋がくすぶり、一酸化炭素を含む有毒ガスが発生し始めた。不運にも換気設備がデッキから新鮮な空気を取り入れる構造だったため、ガスが各寝台に充満した。大火災に発展し、非常ブレーキのコードが引かれたため、列車は2時41分に、サマセット州トーントンの駅の約1マイル手前のシルクミル信号所の近くに停車した。それまでに犠牲者の多くは一酸化炭素中毒によりすでに死んでいた。乗客のうち少数は起きており、脱出が可能だったが、煙や熱により脱出は極めて困難だった。プリマスで連結された寝台車の係員は、煙に巻かれるまでに、少数の乗客に叫んで警告することしかできなかった。非常ブレーキのコードを引いたのは、隣の客車の乗務員であった。犠牲者や他の負傷した乗客は手当てをするために、近くのマスグローブパーク病院へ搬送された。この火災では12人が死亡した。12人目の犠牲者は一度も意識を取り戻すことなく、9ヶ月後に肺炎により死亡した。初期の報告書は、列車のドアがロックされていたため消防隊員による救助作業が困難だったと明らかにした。これは規則に違反していたが、係員の間では担当しているペアの客車の端のドアをロックするのは当たり前だった。これは到着して、すぐ係員が乗客を迎えることができ、侵入者を中に入れない手助けになることを意味している。このことが発見された後、BR はすべてのドアを常に鍵がかかっていないようにさせることをはっきりさせた。この火災事故は新型のマーク3寝台車が設計段階の時にちょうど発生した。マーク3では高性能の警報システムや難燃剤、多言語の警告用プラカード、緊急手順の修正を含む最新鋭の防火措置を導入する決断がなされた。古いイギリス国鉄マーク1寝台車は1980年代前半までに段階的に廃止され、現在に至るまでマーク3は優れた安全記録を持っている。ABCD デパートメント・オブ・トランスポート、キング、メジャー AGB、レールウェイ・アクシデント、レポート・オン・ザ・ファイア・ザット・アッカード・イン、エスリー・ピンク、カート・レーン・オン・6ジュライ1978、アット・タウントン・イン・ザ・ウェスタン・レギオン、ブリティッシュ・レールウェイズ、ハムソ、ISBN 0から11から55513。http://www.railwilwhichivy.co.uk/eventsummar/php イベンティド=225ハット BBC ニュースオンディスデイ11ダイン3パートレーンインフェルノ2013年7月29日閲覧 AB ホールスタンリー、デンジャーシグナルズ、アイインベスティゲーションイントゥ、モダンレールウェイアクシデンツ、イアン・アーラン、ISBN 0から7110170422。ありがとうございます。